ね、人は先入観の犠牲者です。だからみんなの銀行をね、もう同じ人に繰り返し繰り返ししつこいぐらいおすすめして、俺はみんなの銀行だ、俺はみんなの銀行だと進める以上、自分もこんなに儲かりました、こんなにやってます、こんな人がやってますみたいな感じでね、もうみんなの銀行推しでございます。でもやらない人がいるんですよね。やらないのに金がないと、儲かる方法を教えてください。何なんでしょうね。で、せっかくみんなの銀行を教えたのに、なんだこんな儲からないじゃないかという人もいるんですよ。これね、みんなの銀行が儲からないんじゃなくて、今までそういう生き方をしてきたあなたに問題があるってことをね、やっぱこう言わなければなりませんよね。みんなの銀行ですよって言っても、誰も耳を傾けてくれない、誰もやってくれない、そういうふうな生き方、そういうふうな信頼を構築できなかった自分の至らなさ、だから今からやればいいんですよ。だから今から熱心に、みんなの銀行っていうのはこういうふうな仕組みになってますとか、こういうふうにするんですとか、次の日にはお金がこう出てきます、こんな人もやってます、あんな人もやってますね。そういうふうにみんなの銀行の利用者が上がってきて、みんなの銀行のその怪しいと思うんだったら、じゃあどこが運営してきて、どういうふうな裏付けがあって、どこが管轄してるのか、金融庁なのか経済産業省なのか、そしてアプリはなんでね、審査に通ってこれが世の中にリリースされるような仕組みになったのか、いくらでも信頼度を高めるための工夫があるわけですよ、ね、これみんなの銀行をやろうかやる前か迷ってる人がいるのは、本当に大丈夫かなっていう気持ちとか、その他ね、めんどくさいなとか、免許証番号免許証がないよとかね、いろんな悩みがあって、いろんな問題があってやらないんですよ。ってことは、そのたんびに問題解決するための新しい動画をどん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 作っていって、免許証がない人は住民票とこれでいいんですよとかね、マイナンバーカードですよとか、じゃあマイナンバーの取得の仕方はこうですよとか、いくらでも切り口があるわけですよね。いくらでもコンテンツができる、いくらでも語りつけることができるんですよ。でも無知だったらこれもできないんですよ。情報がなければできないんですよ。情報があっても誰かのためになろうと思わなければできないんですよ。つまりみんなの銀行を広めていける人ってのは、今までいかに人の役に立ってきたか、そしてこれからどのぐらい人の役に立とうとしてるかになります。じゃあね、アンチコメントを書いてる人がみんなの銀行いいですよっつって、誰かその人から参加してくれますかね。ね、人の足を引っ張ったり、ケチをつけたり、人を詐欺し合ばりしてる人、いろんな人がいますけども、その人から誰がね、みんなの銀行アプリを取得してその人を儲けさせと思うかってことなんですよ。そう考えると、たとえね、自分が嫌な目にあっても、もうそういうことをこだわらずに、新しい世界に目を向けていける人、ポジティブな考えで、まあ、これも自分の経験だよねと言える人が、まあ、きっとみんなの銀行の裾野を広げることができる、もしくはひいてはですね、いろんなビジネスを成功できるんでしょうね。だって金持ちの人とか、必ずなんか騙されながらも這い上がってきたりとかね、信頼してる人にお金持ち逃げされても、それを恨まずに自分の力に変えてくる、ただそれだけですよね。今お金をね、盗んでとんずらした人が戻ってきて、下り側でこんにちはって言っても、おお、お前あの時お前金持ってったろ、でどうしたのみたいな感じでね、ちり紙一枚もう持っていかれたような気持ちで接すれるかどうかですよね。大体ね、お金がない人が詐欺られたって言っても大した金額じゃないわけですよね。マトリックスアフィリエイトバキューンでね、合計100万とかいかれましたけども、まあ100万円いかれるぐらいの、まあ、余力があったってことなんでね、どんとこいですよね。まあマトリックスアフィリエイトが今回も出てしまいましたけども、まあね、そんな大した人間じゃないですよ。お互い普通の人間ですからね、転落するのもあっという間、上り詰めるのもそう難しいことじゃない、どっちに行くかはあなた次第ということでございますね。それでは本日7月1日も行ってみましょう。